せーの、ファインチセブトレチャンネルなおです。よろしくお願いします。今日は抽選会で当たる景品を紹介したいと思います。今回の抽選会はですね、セブトレチャンネルの登録者1000人を記念して、今スタジオに来てくれてる生徒のみんなに向けたお楽しみ企画となっております。で、みんながより欲しいものが当たりやすくするために4つの種類に分けて景品を準備しております。今から流れる映像を見て、あ、この商品欲しいなっていう賞のボックスに投票券を入れるようにしてください。それでは早速景品の紹介をしていきます。どうぞ。やったね。おう、スパイファミリーのターンオープンマルチケース1つ、のっかりラバークリップ2つ、ボンボンシートマスク2枚セットが5名分、 BT21 の各キャラクターのシールやクリアファイルが1つずつ。タイニータンの絆創膏、うまい棒水鉄砲、明太味とコンポタージー、みちょカラマンシーと桃味、ナイキのヘッドバンド白と紺色、スパイファミリーのロンティー M サイズ、腕はこんな感じ、使いやすそう。スパイファミリーアーニャのクッション表と裏、ラーメンメーカー、たこ焼き器、ネスカフェのバリスタ、クレヨンしんちゃんのバスボール2人分、サンリオキャラクターのバスボール2人分、すみっこ暮らしのバスボール2人分、バブ12個入りが2人分、メグリズム5枚入りが2人分、クレヨンしんちゃんの蓋付き収納ボックス、すみっこ暮らしの蓋付き収納ボックス、はい、そして最後はそばとうどんのペットハウス、これは収納にしても可愛いんじゃないかなと思います。ヘアバンド1つ目、2つ目、3つ目、4つ目、ドナルドのキャンディー、ラスク、口の中が青くなるコーンスナック、プリンセスの塗り絵、ディズニープリンセスのドレスが折れるメモセット、トイストーリーのスナックアソート、おせんべい、これはディズニー関係ないんですけど、メープルマニアのメープルバタークッキー、フェイスタオル、チップとデール、トイストーリー、アリス、ヴィランズ、トイストーリーのツーウェイステンレスボトル、フェイスマスク30枚入り、シカフェイスマスク40枚入り、ハトムギ化粧水1リットル、25ミリのカールアイロン、ハリボーのグレープフルーツ味が4人分、ホットドッグ組が2人分、コブックチップ8人分、 TikTok ゼリー、ジントックゼリーですねが各味1人ずつ、
サンチェリーグミ、プラネットグミ、目玉グミ、ベビーボトルグミ、いちごグミ、ガシャポン型のお菓子一つずつ、琥珀糖2人分、純喫茶グミ3つの味が1人ずつ、チョコパイとカスタードケーキ、コアラのマーチが2人分、珍味寿司特上2人分、カプリコミニ2人分、小さなお菓子屋さん2人分、食べっ子動物50袋入りを1箱。はい、来ました。レンタル先生とは。はい、今回ですね、ちょっと4つ目にセブトレらしいちょっと面白いヘンテコなショーを準備しようということで、レンタル先生というチケットを発行したいと思います。これは何かっていうと、そのまんまですね。はい、先生がレンタルできるチケットになっております。で、今うちのスタジオにはですね、私、なお、そして水木先生、風花先生、高弘先生の4人の先生がいます。で、この先生のうち、まあ、1人ですね、当たった先生と1時間自分がしたいこと、好きなことをできるよっていうチケットになります。例えば、1時間自分のダンスを見てほしいとか、1時間先生と公園で遊びたいとか、自分がお洋服買いに行くから一緒についてきてほしいとか、まあ、1時間の中でできることで、まあ、ある程度常識の範囲内でですね、私たちが対応できることであれば、1時間私たちと一緒に自由に何かができるよっていうチケットとなってます。それと別に、焼肉券、はい、こちら孫三郎さんの焼肉チケット3000円分、これは、サリーズさんのイベントの時に私が当てたチケットとなります。なので、この最後の4つ目のボックスは先生たちのレンタルチケット、もしくは3000円の孫三郎のチケットのどちらかが当たるよっていうボックスになるので、興味がある子はぜひ応募してみてください。はい、ということで全部のショーの紹介が終わりました。いかがだったでしょうか。まあ、一個でもね、みんなが、あ、これ欲しいなって思うものが入ってたら嬉しいんですけど、今回は食べ物から日用品、そしてグッズ関係、そして先生のレンタルチケットまで結構幅広いジャンルのものを準備してみたつもりです。もう一回おさらいしとくと、コスプレッスンの時に来た際にですね、先生から抽選券を受け取って名前を書いて自分が欲しいボックスに入れるという結構シンプルなものになっております。で、抽選発表の方は10月29日土曜日の夕方6時から山川本校のインスタグラムのアカウントで行いますので、ぜひそちらからチェックをしてください。見逃したよっていう子もですね、まあ、その次の週に先生の方から当たった子には直接プレゼントを渡しますので、ご安心ください。生配信抽選会の最後に重大発表もあるので、そちらの方もぜひ楽しみにしていただければなと思います。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録とグッドボタンも押してくれたら嬉しいです。ではまた次の動画で会いましょう。セブトレ出発進行。